まもなく斜め左方向です、はい、その先右方向です。おはようございます。おはようございます。今日もまた、東の方に向いていきます。名古屋方面の方、斜め右方向、有料道路入り口です、はい、有料道路、はい、刑事バイパスに乗ります。 ETC 使います。刑事バイパス。
イパスと、分かれます。はい、今からいよいよ行きますよ。はい、ではね、赤看板見えてまいりました。急カーブ、速度落とせと。なんでこんな作り方をするやろね。なあ、ほんまやで。はい、いよいよカーブへ入ります。ではここからカーブへ入ります。ちょっとね、スピード緩めますね。あなた酔わないでね。はい、これこっから行きます。究極です。約90度超えました。はい、うわあ、ダメ、うわきつい。はい、もう180度超えてます。270度、はい、超えました。はいはい、この上のがあのケージバイパスの先の来たところですね。はい、360度、はい、無事通過しました。で、この今から合流します。はい、ここから名神高速道路です。ちょっとしばらく撮影お願いしますね。酔ってませんか。ちょっとカメラの中を見ると酔うわ。ああ、見ないでください。適当に撮っておいてください。なんかね、これ暗いんだけど。ああ、そうでしょう、大丈夫です。大丈夫。あのね、目を保護するためにね、AI というやつがね、ちゃんと仕事してくれてるんです。これならいいけど。そう、そんなもんやね。はい、スタートの、パーキングです。
線もね、同時開通、そういうね、経済がね、豊かになりつつある時代のね、時代を反映された、ものですね。なんか難しい言葉使うからちょっとこんがらがるわ。なんか言えよ。いや、聞いてるね。聞いてんの？普段あれか、なんか言い慣れん言葉言うとんな思ってるけど。揺れる。奥陸
くださいって、はい、ではあの米原のこの、インターチェンジここで降ります。今日は伊吹さん見えるかな。伊吹さんのこっちの方がいいね。今日の行き先はね、ここ米原市サメ街というところに行きます。サメ街というところにはね、旧中山道の宿場町でね、まあ何番目かは知らんけど、そこにはね、バイカモというてね、水の中に小さな梅の花に似た白い花がね、水の中で咲いてる、その花を見に行きます。そしてね、ここを流れる、そこを流れてるね、小川、あれ小川いうの、なんちゅうのあれ、川か。水温はね、14度から17度に保たれてるみたいですね。はい、このまま行きます。はい、さあここまでいくらでしょう。今日、ありがとうございました。まもなく右方向です。はい、まもなく右方向です。はい、信号待ちでございます。俺はちょっと持ってみようか。はい、はい、ちょっと今ね、信号なんかいっぱい書いてあります。はい、ローザンベリー、タワタ、行ったね。ローザンベリー、タワタ、行きました。はい、前原ジャンクション出口です。はい。はい、では行きます。このまま。はい。はい、ここを右折します。はい、そのまま右折して、はい、これがね、確か国道21号線やったかな。およそ 2km 先、目的地付近です。早っ、もう目的地付近に寄ってる。はい。左側線路が見えるのもこれが東海道本線です、今はね、特急といえば特急白鷺、そして、サンライズ出雲瀬戸ですね、この区間を今走っているのはね、米原駅でね、北陸本線と分岐しますけどね、あれやな、今年いつだったか3月かやな、北陸新幹線が鶴ヶ浜に来たら見に行ったな、乗ったな俺は。いや乗ってないよ、うん、足踏み入れただけや言わんかったら分からへんよ、言ってるやん、自分でも言ってたそうや。あ、コペンが来ました。で、ふっといたろ。はい、気がつかなかったな。もう間もなくね、着く。そのちょっと駐車場まで我慢できますか。なんとか。なんとか。なんとかしますわ。カメラマン、プロのカメラマンですか。プロじゃないし。はい。分かってます。もうすぐだね。サメ街の駅前にも駐車場あるよ。あれお寺のあれかな、あれ駐車場かな、なんかな、そうそう、あんなのできたらね、なんか知らん、何だ、薬局みたいな、薬局、うん、ね、ここまで約1時間かな、家から、うん、もうちょっとかかるんや思った、うん、ね、まあ今日ほら刑事バイパスついてたからな、次の信号を、右折しますね。はい、すごい山深いね、うん、駅が見えてくるね、はい、この付近一般道交番があります。およそ300メートル先、目的地付近です。なんか養村所とかね、うん、そう、サメ街養村所言うてな、行ったね、行った行った、はい、めっちゃ水冷たかった。目的地付近です。はい、この左前方がこれ JR
サメガイの駅です。サメガイ駅っていうの、はい、ここどうやろ、これ東海なのかな、ここから、はい、この信号を右折します。目的地付近です。ルート案内を終了します。はい、ご苦労様でございました。道の駅はなくなったんやね。なくなった、ここからね、ちょっとこうね、商店街を抜けて入っていきますね。こうね、はい、ちょっと徐行でね、ゆっくり行きましょうね。はい、なんかここもこれパーキングできたん、これ本当やね。終日400円、まあ400円なら、まあ、よしとしましょう、まあね、やっぱりこう、バイカも見に来てる方もいらっしゃいますね。いらっしゃいますやって女。ああ、やはるね。おる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 、はい、中仙道サメガイ塾と書いてあります、この欄干には。はい、これ行きます。はい、もう一つ橋を渡ります。一応、はい、到着しました。